ボザロの監督が撮った映像が怖すぎると話題です。物が狂っていることで有名なボッチザロック、今までもイカれた商品が出された後にそれを使って公式がふざけるという構図は幾度となく巻き起こっており、作中でぼったくりと明言しているバンドグッズを本当に商品化して発売した上に、編集部が作中のセリフを適正価格に変更したツイートをしたり、雑誌の付録についていたどうやってもまともな顔にならない仕様の福笑いに対してボッチちゃんで遊ぶなと作者さんが特大ブーメランを投げるなどとボケが多すぎて対処しきれない事態が起こっていたりしたのですが、特に今年の2月に発表された後藤一人誕生日グッズは少女が主人公の作品とは思えないようなラインナップだったため、ネトミからそうはならんやろ、深夜に会議しましたなおと突っ込まれていましたね。あれから4ヶ月経った現在、あのグッズたちは我々の手元に届き始めています。こちらのツイート、アニプレックスから届いた後藤一人パペット、箱を開けた瞬間心臓止まるかと思った、あと想像の4倍くらいでかいということで、実物が届いて衝撃を受けている方がいますね。ネトミからは夜に動き出しそうで草、トラウマレベルなおと言われているように、参考画像で見ていた時よりも実物のホラー感が強いと話題になっていました。ボザロの監督さんの元にもこの商品たちは届いたみたいで、グッズを紹介する動画を投稿してくださっていたんですけど、終始無言な上に妙に薄暗い部屋で撮影されており、動画の最後にはボッチちゃんのパペットを急にアップにするなどホラー映画みたいな演出をしていたため、海外に来たらボッチザホラーと言われたり、ファンからさすが監督演出しとる、監督の愛を感じますなおとホラー演出を絶賛する方もいました。こちらの動画、出てくるのはもちろん全部ボッチちゃんですが、全員人間の形態をしていないということで、作者の浜地先生もモンスターハウスかななおと自分で作ったキャラをモンスター呼ばわりしていましたね。かわいそうです。余談ですが、監督さんが撮った動画の中に出てきたラグマットはなんと刺繍で縫われて作られているらしく、ネット上でも後藤一人のラグマットのクオリティがすごくて感動している、特製もしたが納得のデカさとデザインの着ぐるいさなおと購入した方々から絶賛されていたんですよね。ここで改めて公式の商品説明文を読むと、青春コンプレックスが発動してしまった後藤一人がラグマットに壁に飾ってよし、床に置いてよしの大きめサイズのラグマットです。サイズもデザインもインパクト強めの商品となっております。そう、もっと刺繍とか色々アピールできただろうと突っ込みたくなるのですが、現在は販売が終了しているので再販を待つしかないですね。ちなみに作者の浜地先生は、後藤一人ラグマットヤバ、キララ主人公の姿がこれが、とまたもや他人事みたいなツイートをして、ネトミから盛大に突っ込まれていました。そろそろ原作読んでほしいですね。さて、このように相変わらず公式のノリがいいボッチザロック、実は先日ボザロが舞台化することなんかも発表されてかなり話題になりましたね。公式ツイッターも動き出して次々と情報も公開されてきたのですが、舞台化が発表された時にはボッチちゃんを人間が演じられるのか、宇宙人連れてくるしかなおと、作中で人外ムーブが多すぎるボッチちゃんをどう演出するのかということに注目する方もいましたね。しかし、生歌唱生演奏で舞台を行うということや、脚本演出をリコリコの舞台を手掛けた方が務めるなどの発表もあり、クオリティの高さに期待する方が多いみたいです。また先日発表されたキャスト陣の中には、北尾役の方が名前を連ねていたり、後藤二人役が二人いたりしたので、ネトミからどんなカオス空間なんだよ、これは面白そうなおと言われていました。生演奏非常に楽しみですね。関係者がイカれていることで有名なボザロ、斉藤圭一郎さんが出した動画に対して、14秒あたりでキャンバスアート付近にボッチちゃんが飛んでるとおっしゃる方がいて、何を言っているんだろうと思ったら、この白い物体のことを言っていたんですよね。最近原作の設定でボッチちゃんは驚かすと綿毛になってしまうということが明かされていたので、この方は相当原作を読み込んでいる猛者だとわかります。ちなみにボッチちゃんの綿毛設定が明かされた時、ネトミからは当然のように綿毛になるな、質量保存の法則仕事しろなおと突っ込まれていましたが、今後も明かされるであろうボッチちゃんの新形態が楽しみですね。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。